はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。視聴者を大切にする系 YouTuber マサです。今からね、実は視聴者さんに会いに行くんですよ。で、まあ今までね、視聴者さんでも僕のツアーに参加してくれた方とかはもちろんたくさんお会いしてるんですけど、ほんまにね、いきなり個人で会いに行くのって初めてなんですよ。ずっと前からね、応援してくれてる、まあ視聴者さんなんですよね。まあせっかくこう日本から来ていただいてるんでね、アメリカっぽいようなレストランでまあ会おうと思ってるんですよ。で、まあこの動画見ていただいてる視聴者さんたちにもですね、ぜひアメリカっていうのをね、感じれるような、レストランを紹介していきたいと思います。 Far West Life。 はい、ということで今レストランに着きました。いらっしゃるかな。はい、どうだろう、来てんのかな。あれ、勝さんですか。あ、こんにちは。ちょっと今動画撮影してますけどいいですか。あ、どうも、初めまして。お会いするのは初めてですね。マサです。やっと、はい、やっとお会いできました。ありがとうございます。4年半かかりました。ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。じゃあ、まあ、せっかくなんでね、立ち話するのもあれなんで、はい、ちょっとここのレストランで、まあ、食べようと思ってるんですけど、はい、まあ、せっかくね、アメリカに来ていただいたんで、やっぱりこう、ザ・アメリカっていうのをね、感じれる、まあ、レストランで、ちょっと食べようかなというふうに思いますので、ちょっと行ってみましょうかね。はい。はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。まずは来ていただいて本当にもうありがとうございます。で、ちょっと僕からですね、せっかくまあ来ていただいたんで、はい、ちょっと実はね、まあ、全然嬉しくないかもしれないですけど、ちょっとプレゼントがあって、まあ、せっかく僕のことを前からね、はい、ずっと応援していただいてるんで、はい、ちょ、いらないかもしれないですけど、この T シャツを。サイズちょっと分からなかったので L サイズ持ってきたんですけど。大丈夫です。いいですかね、はい、これね、ぜひプレゼントしたいなと思ったんで、あんまりまあいいもんじゃないんですけど、まあもしよかったらパジャマにも使ってください。いやいや、はい、これめちゃくちゃ嬉しいです。はい、まあ、これを着て動画撮影とかされていらっしゃるんで、はい、そうなんですよ。わ、ありがとうございます。いえいえ、はい、これも大切に、はい、させていただきます、はい、ありがとうございます。で、僕からも実はプレゼントがあるんです。あるんです。まあ、プレゼントというかお土産です。ありがとうございます。まず、これがですね、はい、富山白エビっていうですね、はい、白エビ、はい、いただきました。お、富山湾でしか取れない。これは北陸限定の、北陸限定、はい、はい、お菓子です、はい、どうぞビーバーの、はい、これ嬉しいですよ。ほら、お茶漬け懐かしいな。おそば見たか、ね、なんか子供の時に食べた記憶がある、こんな感じの。お味噌汁とかこういう出汁系のものはすごく好きなんじゃないかなと思って、はい、いや、めっちゃ好きです。僕ね、汁物大好きなんで。よかったです、はい。カツさん、注文来たんですけど、これやばくないですか、はい、これ。いや、すごいですね。これぞアメリカですよ。僕も何回か来てますけど、こんなに大きいのは初めて見ました。これが一番そのメインのシグネチャーですよね。そうですね、一番有名な、はい、チキンワッフルね、はい、で、今回頼んだのはチキンワッフルに、ナッシュビルホットソースって言って辛いやつ、ね、メイプルシロップだけじゃなくて、はい、めっちゃ辛いやつね、テネシーのナッシュビルっていう、はいはい、ホットチキン、めっちゃ辛いチキン有名なんですけど、それのソースをつけたんですよ、はい、だから今回これは何がすごいかというと、はい、このワッフルの甘さ、うん、そして、チキンのしょっぱさ、はい、そしてナッシュビルホットソースの辛さ、この3つが同時に楽しめる、甘じょっぱ辛いっていうね、はい、アメリカの三位一体ですね、はい、そうなんですよ。で、うわー、すごい。で、あとね、これですよ、もうこれがこの大きさ伝わるかな、ほんまに。これね、僕の、手のひらサイズと比べてみても分かると思うんですけど、めっちゃでかいんですよ、こんな感じ。うん、全然違いますよね。うわ、どうだろう、マサさんの顔の2倍ぐらいあるかもしれない。こんな感じなんですよ、ね、
全然違いますよね。あと今回頼んだこのコーンビーフ、なんかこれチリトリみたいなやつだけど、フライパンなんですよね、これね。フライパンそのままで、これなんだ、目玉焼き、サニーサイドアップとコーンビーフ、あとポテトの付け合わせとマフィンがあるね。はい、もうザ・アメリカンブレックファーストということで、はい。じゃあせっかくなんで、この結構外側カリッとなって美味しそうですよ。ちょっといただきます。外側はサクサクで中ふわふわでめっちゃ美味しいです。うん、これがアメリカンパンケーキ。これバナナっていうだけあって中にバナナが入っててめっちゃ美味しそう。あ、そうなんですね、うん、すごい、うん、いや、カツさん、やっぱアメリカに来たら、うん、やっぱこういうのをトライしないとね。ですよね、はい、カツさんどうですか、このコーンビーフ、はい、と、サニーサイドアップどうですか。あの最初ちょっとしょっぱいかなと思ってたんですけど、はい、全然そんなこともなくって、はい、でこのコーンビーフと、はい、ポテトとチーズ、はいはい、この相性、さらにこう卵と一緒に食べるとすごく美味しいです。はい、全然、いいですね、はい、全然そんなにしつこくないですし、うん、これは日本人でもすごく受けると思います。これなんだろう、これ大根、大根が入ってますよ、ラディッシュ。うわ、すごいですね。メロンか。そうですね、メロンかもしれないですね。メロンだ、ごめんなさい、大根って言ったらごめんなさい、メロンでした、メロン。ちょっといや、僕もいただきますね。どうぞ、ね、こちらパンケーキいただきます。はい、うん、おー、ほらこのコーンビーフ、うん、あ、確かにこれ、全然思ってるよりしょっぱくない、うん、全然美味しい、うん、なんかめっちゃアメリカのコンビーフって濃いイメージありますけどね。はい、あ、これはいいわ、うん、いや、味めっちゃ美味しい、コンビーフマジ美味しかった。はい、すみません、これいただきますね。おー、卵がトロトロっと、あ、やべ、一番有名なこれですよ、これあの、これね、セージっていうこのサウスウェストの砂漠の植物なんですよ。お香になるような、なんだろう、ヨモギ科の植物、めっちゃいい香りしますよ、これね、ヨモギの香り、はい、で、これをちょっと取ります。いや、もう切ってる時がこうサクサク感がめっちゃもう伝わりますよ、ほらほら、こんな感じね。はい、チキンブレストでございます。いきます、トロ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 、はい、ナッシュビルホットソースね、めっちゃ辛いソースです。ちょっとこれも、はい、怖いんでちょっとだけに、あ、やばい、ちょっとかけすぎたかな。結構行きましたね。結構今行きましたよね。はい、ちょっとこれをまず、すいません、チキンだけ別でちょっと食べさせてもらいますね。はい、あ、この甘さから来る最後の辛さ、そしてこのチキンのジューシーさ、うん、これですよ、これ。あ、これね、意外に合います。でも僕ぶっちゃけね、このナッシュビルホットソースとチキンだけでも全然いいと思います。メイプルもあってもいいんですけど、甘いのが苦手な人は多分このホットソースだけでも、うん、で、あとワッフルですね。これワッフルに辛いのってどう思いますかね。ちょっとかかってるところ食べてみようか。うん、あ、ワッフルも甘くて美味しい、うん、あ、これこのワッフルめっちゃ美味しい、うん、そこら辺の安いワッフルとはまたちょっと違うね、うん、うん、いい甘さが、はい。 Far with life
勝さん今回ねもうほんま会いに来てもらってめっちゃ嬉しかったんですけど、はい、あのまあぶっちゃけあの、はい、僕になんかこうラスベガス来て会いたいっていうメッセージとかめっちゃあの来るんですよ。 DM とかでもめっちゃ来るんですよ本当に、はい、あのとりあえずこいつに会っとけみたいな感じで、はい、で一応僕結構お断りしてること多いんですよ。なんでかって言ったらやっぱ僕のツアーにお金を払って参加してくれてる人がいるんで、そのいきなりベガスだけ来て会いたいって言われてもそのお金払ってる人たちに不公平になるんで、ほんま会いたいんですけど、でそれをしちゃったらもう何でもかんでも会いに行かなきゃいけなくなるんで、ちょっと今それやめてるんですけど、カッターもね特別なんですよ。いやーありがとうございます、光栄です。もうほんまね、カッターは僕が100人未満登録者ね、 YouTube 初めて100人未満の時からもうほんと数十人の時からずっと見ていただいて、めっちゃコメントもね応援していただいてやってるんで、ちょっと特別なんですよね。ありがとうございます、はい、めっちゃ気になってたんですけど、はい、まあ、勝さん今回メッセージいただいてね、実際僕にこう会ってみて、はい、自分で聞くのもあれなんですけど、どんな印象ですか？実際会ったらどんな感じですか？はい、まあ、先ほどお店の前で初めてお会いした時に、うん、わすごい日焼けしていらっしゃるっていうのが やっぱそれが、はい、動画ではあまり伝わらなかったんですけど、うんうん、実際お会いしてこうやってお話してみると、はい、もうすごく日焼けしていらっしゃる。動画ではあんま分からないですか？そうです、なんかそんな印象でしたね。なんできっとお仕事焼けなのかなっていう。そうなんですよ、はい、その YouTube の、ね、コミュニティ機能で、はい、あの僕の印象、最初の印象ってどんな感じなんですかってこうアンケート取って、いくつかこうね真面目な人とか、うん、おっさんとかね、なんかいろいろこうアンケートを取ったんですけど、半分ぐらいがチャラ男だったんですよ。え、僕ってそんなチャラいイメージありました？え、僕はなかったですね。はい、はいはい、まあ、あの時々こう、はい、あの動画の中で、うん、あのアリゾナ大学時代の、はい、写真とかをこう、はい、見せて、若い時の写真とかも出らっしゃったけど、見ると、はいはい、あ結構イケイケだなっていうイメージはあったんですけど、じゃないと、はい、今もう実際お会いしてみると全然そんな好青年っていう感じの、いや、それお世辞とかじゃなくて全然、 ありがとうございます。そんな印象です。僕結構ショックだったんですよ、なんか、ね、はい、一応チャラいって言われて、じゃあ実際会ったらそういうイメージはまずないと。そうですね、全然なかったですね、そんなイメージ。これ重要ですよ、あの実際チャラ男じゃないっていうコメント、あの言わせてるわけじゃないですよ、ほんまにあの聞いたんで。一番最初って、はい、僕めっちゃ無名だったじゃないですか、はい、どうやって僕のチャンネルをあの見つけていただいたんですか？はい、僕はもともとラスベガスが大好きで、はい、まあ、それでこのラスベガスっていうところの最初はあの情報をいろいろ知りたくって、はいはいはい、はい、それで見させていただいたのがきっかけなんですよ、うん、検索でたまたま僕が出てきたと、はい、そうですいうことなんですね、はい、なるほど。Far West Life。カツさん、じゃあわざわざ会いに来てくれたのにいきなりあの撮影協力していただいて本当にありがとうございます。とんでもないです、はい、ということで、今回はですね、このアメリカのなんだろう、もう本当にザ・アメリカっていうのを感じるハッシュハウスはゴーゴーっていうお店ですね。あのこれローカルのお店に今来てるんだけど、ラスベガスのストリップにもこうあるんですよ。あのリンクホテルのところかなにあるんで、あのぜひ行ってみてください。あのラスベガスに5店舗あります。で一番ラスベガスの、なんだろう、ストリップに近いのはリンク、はい、それからあとプラザホテルにもあったかな確か、はい、うん、なんかあのダウンタウンにもあるんで、まあ、今回僕が頼んだメニューおすすめなんでぜひ食べてみてください。はい、ということで勝さん今回どうもありがとうございました。こちらこそ、はい、ありがとうございました、はい、それでは今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。バイバイ。